文字の教箸書きは、啓蒙思想家の福沢諭吉の表した、児童向け教科書、文字の教第1文字の教の前書き。全7条からなり、1、2、3条において、福沢諭吉が漢字と表記のあり方についてその、見解を記している。その見解は、漢字制限論の先駆として位置づけられ、国語国字問題を扱った書書においては、この、橋書きが、しばしば言及される。 一二本に金の文字ありながら漢字を超え、夜はじんだ不都合なれども、大子よりの白入りにて全国日曜の書に変え漢字を、夜の風とためりたれば、今にわかにこれを、はい、せんとするもまた不都合なり。今日の書にては不都合と不都合と持ち合いにて、不都合、ながらよう瓶ずるのありさまなるゆへ、漢字を全区配するの節羽根がいふか、くしてにわか二行晴れ難きことなり。 この説を行犯とするに派辞説を待ちつより外に手段、なかるかし、福沢諭吉一辞説を待ちつとってただでおそらして待ちつ、か、気にもひざれば、今より、次第に漢字を、廃するの用意ん一なるかし、その用意と派文書を職に、難しき漢字を忘えるたけけよう、ひざるや心がけることなり。難しき矢座をさへようをざれば、漢字の数派二千か三千にて、 沢山なるかし。これかき三冊に漢字を、ようひたる言葉の数、わずかに千二足らざれども、一と通り、利の要弁、二派、差し支えなし。これによしてこう、れば、漢字をこうえ、用るとて左まで学者の骨折にもあらず。ただ、いにしえの十者流儀にこうて、緑に、何記事を、ようひざり合う心がけること金曜なるのみ。小皿に何文をこうみ、その稽古。 のためにとて、関石のもと、毒などを持って子供を、金流派、無益の戯れとうんてかなり、福沢諭吉一医者、岩屋などのあざ派、かなお、よるよりも漢字の方、便利なれども、あがる、通る、しる、よしるなどの字を、いちいち初期分流派人が面倒なり、猿垣に半流も、人が山に通るも、日本の言葉、似ては、のぼるというゆえ、漢字を、夜るよりもがなお、 ヨール型、便利なり、すべてドッことように派生たけけがなを、ようゆかし、福沢ゆきち、ありがとうございます。